はい、どうも皆さん、バンチャーということで、大分トリニータサポーターの青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さん、よろしくお願いいたします。また忘れないよ、ちょうどこだもんな。絶対言わないよな、絶対言わないよな、忘れちゃうよな。これ忘れてた。ごめんなさい、ちょっと本当にグダグダで申し訳ない。生配信でねえけど。ごめんなさい、生配信みたいになってた。すいません。はい、ということで、今回の動画はですね、トリニータ始まって、ね、J2 始まって、その3ヶ月かな、もう、ね、2月、3月、うん、4月、うん、約3ヶ月で、まあ、というね、11試合も終わりましたよと、ね、その中で、まあ、冷ややっこ、今年初めて、ね、トリニータを見始めたということで、今年トリニータ、冷ややっこ、どう思ってるのか、ね、うん。うん、まあ、今、なんかね、中盤ぐらいに来たんですかね。いや、まだ全然中盤じゃない、うん、まだその J2 ではまだ9試合目かな、うん、うん、何試合やってますかね。20ぐらいですか。いや、40何試合ぐらい、うん、そう全然、あと3ヶ月ぐらいですかね。そうやね、まだまだ3ヶ月以上であるよ。あ、うん、11月いっぱいまで確かあったはず。まあ、そうですね、うん、今まで見てきた感想というか、まあ、はいはいはい、しっかりね、見れたのはこの前のね、あの仙台戦だけなんですけどね、はい、しっかり見れたのは仙台戦だけなんですけど、うん、まあ、その見てて、あの試合はすごい、楽しかったですね。あー、なるほど、うん、まあ、なんて言ってもその、まあね、その昔その自分がトリニータを見たことがあるっていう時にいた選手とかね、うん、その時どんな戦い方やったかなっていうのは、うん、まあ、正直覚えてないですけど、うんうん、やっぱりあんなに攻撃はしてなかったんじゃないかなっていう、そうやね、イメージが、ね、イメージはなんかあんまりこうシュートできてないくて、相手選手と相手チームに取られてしまうっていう結構多かったかなっていう感じがしてたんですけど、はい、今回の試合は、まあ、仙台戦ね、シュートをね、うん、打って、あの、ちゃんとシュートも打って、そのシュートがちゃんと、あの、うん、ゴールに入っていた、はい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 、もうイコール、うん、あの、もう見てて楽しいというか、まあ、そうやね、ゴールが決まれば、うん、もうやっぱその分やっぱね、あの、テンションも上がるわけで、まあ、盛り上がるしな、そうそうそう、うん、で、その中でやっぱ最初ね、まあ、自分は初心者なんで、うん、一番何で盛り上がるかなっていうのと、やっぱシュートを見れるところ、はい、選手、この選手、ここのポジションのこの選手がこういう動きをするっていうのは、うん、やっぱまだ難しいんですよ、まあ、まあ、ね、誰がまだ誰かっていうのも分からないから、うん、こそ、やっぱそういうところが見れたっていうのは、あの、すごい大きかったかなと思いますね。なるほど、楽しみに上がったのかなと思います、はいはい、まあね、あの、多分平野君が、見てた時っていうのが、きっと、トリニータは守備がめちゃくちゃ硬かった時、まあ、言ったら2008年かな、ダブルスコア優勝した時かね、うん、あの時は、あの、イタリア代表の当時、ね、あの、カテナチオって言ったら、その守備が硬い守備を使ってたよね、戦術を使ってたわけよ、トリニータが、うん、でも片野坂監督になってから大分トリニータっていうのが攻撃的なサッカーになったわけですよ。で、まあ、下平監督も攻撃的なサッカーとね、だから見ていて楽しいよね。やっぱそのずっと守ってるばっかりやったら、なんかこう、まあ、守備でね、その魅力はあるよ、もちろん、うん、ね、あの、見てて楽しいなってあるんだけど、でもやっぱサッカーの魅力って言ったらゴールじゃん、うん、ね、あの、シュートを打ってゴールするっていうのがやっぱ、あの、まあ、そうだね、実際ね、うん、初心者の方でも見れる部分だし、簡単にいいわけよ。そう、うん、簡単にね、ゴールを決めるスポーツじゃない。そう、ね、うん、点を入れるっていうのが、そうな、ゲームっていうか、あの、サッカーだから、そう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 、サッカーがスポーツだから、ね、うん、だけど、まあ、そのね、今トニータは、まあ、仙台戦とかは、ね、特に攻撃的なサッカーだったし、今継続してそれを続けてるわけじゃん、うん、ね、まあ、やっぱ見てて楽しいよね、うん、もう今のトリニータっていうのは、うん、うん、そうですね、うん、じゃあその平野子がその今年から見て、なんか印象に、ね、残った試合ってある？の試合とか、まあ、その、ちゃんと見たのは仙台戦だけなんですけど、仙台戦だけなんですけど、仙台戦が、まあ、その
まあ、他見てないんでちょっと全部これがこれっていうのは言えないですけど、うん、やっぱりその相手のチームもすごいね、拮抗してて楽しかったんですよ、うん、拮抗してて相手は相手ですごい攻めてたと思うんですよね、うんうん、特に序盤とか、うん、すごい危ないシーンとかあったじゃないですか、あったあったあった、うん、あのシーンで結構ね、あの心つかまれたというか、うん、その中で勝利を収めれた、そんな試合で勝利を収めれたっていうか、うんうん、結局そのまくったみたいな、熱くなれたよね、熱かったなと思って、やっぱりダントツで、いや勝ったとしてもですよ、うん、勝ったとしてもなんかね、ダントツでこうバーってこう簡単にこうシュートボンボンボンって入って、うん、もう大人の点差でボンって勝っても、まあ、嬉しいのは嬉しいと思うんですけど、やっぱりそのギリギリみたいな、相手も強いなみたいな、うん、でこっちもなんだろうな、からの勝ちってやっぱすごい気持ちいいなと思うんですよね、で今回なんかそんな感じだったのかなって自分は思ったんですよ。なるほど、うん、だから相手チームもすごかったし、うん、でその中であのこっちチーム、こっちの大分のチームが勝ったのはすごい良かったなってすごい思ったし、その中で、まあ、自分が、まあ、ここまでね、スポーツとか、うん、あの見たりして、やっぱそのあんまり感情がね、出るタイプではないと思ってたんで、はい、うん、なんで、その自分でも、あんなにね、まあ、それめっちゃ感情的になってたもんな。シュート打って、まあ、外れた時とかね、うん、シュート入った時とか、うん、あんなに、こう、なんでしょうね、言葉に出るっていうか、叫ぶまでいかないですけど、あんな声出るもんないなっていうのは、はいはいはい、配信ってこと忘れてましたもんね。そうやな、いや俺もそうやったもん、うん、俺も配信っていうの忘れてて、うん、もうすごい感動的だった、ただ見てたみたいな、そうそうそう、見たみたいな感じですかね、まあスタジアムでね、見れたらもっとね感情を出して楽しいんやろうなっていうのは感じましたね、でも、この感じで見て、でもね、やっぱそうなんや、やっぱそのドームで見る楽しさっていうのもやっぱあるよね、うん、やっぱこの間ダゾーンで見たわけじゃん、俺とやや子2人でね、そうですね、うん、ただドームに行って、うん、そのドームに行ったからこそ味わえるあの臨場感とか、うん、そのドームだからこそ楽しさがある、なるほど ね、うん、だから俺はどうしてもダゾーンも面白いんだけど、うん、やや子をドームに連れてって応援したいなっていうのはあ、うんうん、まあ、つまりあれですよね、まあ、映画館を、ね、うん、映画を見るのと、うん、まあ、その映画を、まあ、その待って、うん、家で DVD とかで見るのと違う、また別な楽しみ方あるよねっていうことですね。あ、まあ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 、そんな感じだね、そんなことですよね、そう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 、まあ、確かにね、そんな感じがしますね、うん、まあ、どっちも面白いんですけどね、どっちも面白いんだけど、うん、まあ、そこにはそこの良さがあってっていうわけですよね、そうそうそう、ダゾーンで見る楽しさもあるし、うん、ドームで見る楽しさもある、だけどどっちがいいですよっていう、どっちかが答えというのはない、うんうん、まあ、これはもう本当好み、まあ、そうですね、うん、でも今ねコロナでね、やっぱそのなかなかねその声が出したりとかができないから、そうやってやっぱりドームで見るっていうのはちょっと楽しさもまたちょっとね減ってしまってるっていうのはすごい辛いところですよね。まあね、本当だったらこう声出してね、うん、あの応援したいし、俺もだって歌ってさ、うん、思いっきりこうね応援したいなってのあるんよ、ラブ取りに立つ、ちょっと歌えばね、なんで、うん、邪魔することってないねん、何が邪魔やねん、邪魔することない、なんでや、ちょっと水ありあるよね、邪魔する、ちょっと気にいいの、ちょっと気になる、ちょっと静かにしてって、なんでや、 C のジェスチャーされると思う、うん、俺だって歌えるもん、うん、歌える、歌えるのいいよ、うん、だから店長は画像を見て、うん、家で歌ってください、一人で一人で、やったら一人で、寂しい、うん、そんなん嫌や、俺もいや、だからその黙ってみるんだったらどうもどうも俺だけ、そうそうそう、俺だけ、そうそうそう、ずっとずっと歌うなと、そうそう、まあ、そんなね、あのひどいことを言う相方ですが、うん、まあ20日、うん、ひやこを連れて、2人きりで、うん、ドームで、2人きりで一応おかしいね、ちょっと聞かないよ、ちょっと語弊あるしね、そう、語弊ありました、すいません、2人でね、ちょっとドームに行こうかなと思いますね、はい、まあ、その時ね、ぜひ皆さん声かけていただけたら嬉しいです、はい、いや、まあ、その自分はちょっと先生離れて歩くんですけどね、なんでえ、だって一緒、一緒って思われたくないです、なんでいや、だって、いや、だから店長はその顔出してるかもしれないですけど、自分は出してないんですよ、だからその嫌じゃないですか、バレるじゃない、選挙と2人できますねって言って、で選挙と2人で歩いてるじゃないですか、で、まあ、見てる人が、うん、お、選挙だって分かってるじゃないですか、うん、その横俺確定やん、その横俺確定なのね、確かにね、まあ、だから選挙と、まあ、その席に座って見るにしろ、うん、まあ、多分あの5席分ぐらい開けて座りますわ、うん、じゃあ何人かじゃあダミー連れていくわ、
え、俺の友達が一緒に行ってくれる友達がいるならいいよ。いるならね、うん、まあもしかしたらそのダミーはね、うん、人じゃないかもしれんけど、まあ、ちょっと期待しておきます。いや、もう期待せんでくれ。面白くないやめて、つらい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 。冷ややこが、うん、そのまあ今年見てこの選手印象に残ったなというのある、うんうん、まあ、そうですね、うん、まあ、まあ自分は小屋選手ですかね。小屋選手、はいはいはい、やっぱ小屋選手はその自分が一番初めて覚えた選手の名前なんです、うん、あ、そうなんや、うん、やっぱ珍しいじゃないですか、うん、名前がね、まあ、ちょっとすみません浅いかもしれないですけど、うんうん、やっぱ初めて覚えた選手ですし、うん、やっぱ顔と名前が一致する数少ない選手ですよ。あと、まあ、宇都本選手とかも結構名前も聞くし、うん、やっぱり皆さんも結構感想で良かったよみたいな、まあ、そうやね、結構言ってるから、うん、しかもあとみんなが期待してる選手なんでね、うんうん、でも一番はやっぱりね、一番、そう、一番でしょ、うん、やっぱり一番はペレイラ選手ね。おー、はいはいはい、だって自分あの仙台戦からもう大気の今まで覚えましたね。確かに、確かにね、生配信の時言ってたもんね。もうもうペレイラ選手の、うん、もう推し弟子になりましたから。ああ、なるほど、ね、うん、だからまずはペレイラ選手をからこう見て、うん、そこからこう視野を広げていきたいなって。そうやな、うん、ペレイラ選手が今守ってる守備、うん、っていうかポジションはこういうことするんやっていうのを覚えてから、うん、じゃあ次のこのポジションは何なのかみたいなっていうのに繋げていけたらいいかなっていう、この期間にね。いや、すごく大事だと思うよね、うんうん、だって好きな選手をなんかその作るっていうか、やっぱいること点でやっぱ違うかなと思う。そうそうそう、見るうちで、うん、だけどそのサッカーが好きやけど、うん、でもまずスタート入り口って何でもいいよ。そうですね、この選手が好きだから、じゃあちょっとこのトリニータっていうチームを見てみようとか、うん、ね、ちょっとサッカーを知ってみよう。そこからね、ポジションであったり戦術であったりっていうのを覚えていくと、またより一層サッカーっていうのを面白く見れるんですよね、うん、それがサッカートリニータなんですよ、うん、でトリニータっていうのは数々のドラマを作ってるわけですよ、うん、ね、で俺の中でその選手とか監督だけが作り上げるのがドラマじゃないんだね、うん、そのサポーターも含めてフロントも含めて地域も含めて大分県全体で盛り上げて作るからこそドラマやねんかなって思うよ、うん、なるほどね、うん、だからみんなそのぐらい熱い思いっていうのがあるよ、トリニータ好きな人っていうのは、うんうんうん、冷ややこはそこまで多分ね、いつかなると思うんで、いや、いつかな、させます、はい、熱い男にさせます、うん、俺がこいつを成長させます。なんでや、なんでや、こっちが恥ずかしいな、こっちが恥ずかしいな。まあね、そこまでまだね、そこまでそのね、皆さんみたいにね、熱く なったりっていうのはまだね、できないかもしれないですけど、うん、まあ、徐々にね、あの試合とかもね、そうやね、うん、自分でもあんな風に感情が出て見れるんだなっていうことが分かったんでね。そうやね、うん、だからまあ今回徐々にでいいと思うよ。そうですね、うん、徐々にね、そのまあ好きになっていくというか、うんうん、トリニータをどんどん見ていく。そうですね、でそのトリニータの楽しさっていうのをね、うん、皆さんに、ね、どんどん伝えていこうかなと思います。そうですね、はい、うん、なので冷ややこもこれからもよろしくお願いします。はい、はい、ということでね、今もう全部で11試合公式戦11試合終わってます、はい、ね、やっとね1週間空きました、うん、トリニータ、ね、もう下平監督はこの空いた1週間のことをこの間言ってたのが、やっと中断期間に言ってたんや。でも他のチームからしたら1週間休みって普通ない。でも今まで中3日で試合しようだけ、続きにそうそうポンポンポンって試合が入りすぎてたっていうのは、そう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 、ね、下平監督からしたら、やっと中断期間、あ、いや、これ中断期間じゃないわって言ってたんや。すごいちょっと面白いエピソードだった。さすがね、そうそう、さすがねじゃないですか。でもそうなるやろなっていう、うん、連勤、ずっと連勤しとってからやっと2連勤来たね。そうやったやって。その間ね、なんかダンスはするわけじゃないと思うんですけどね。まあやっぱね、ちょっとでもやっぱこうね、ちょっと体を休める期間みたいなのね、やっぱないと、うん、そうやね、うん、どうしてもね、その最高のコンディションを出すためにはやっぱ休みとか、うん、休憩とかね、体を休ませる時間も多分必要だと思うんで、そうやね、うん、そういう意味もあって、そのこういう発言がまあだと思います、出たんじゃないかなと思うんですよね。そうそうそう、はい、体とかね、壊さないようにちょっと頑張ってほしいですね。そうですね、まあ、今後ともね、どんどん応援していけたらなと思います、うん、はい、ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、うん、はい、ということでね、まあ、今回はここまでにしたいと思います。ひやこ、どうやった、うん、まあ、そうですね、まだ、今まだね、自分が言えることって、はいはいはい、少ないとは思うんですけど、
ちょっと待って。なんで今その京都みたいな思うんです。思うんです。そんな追い立てんねえ。そんな追い立てんねえよ。やっぱね、あの僕から、結局見ないことにはね、どういう状況かとか、この選手がどうなのかっていうのは分からないことだと思うんで、はい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 、やっぱその少ないまだね選手の名前とかもね、全部がこの人とこの顔がこの人ですっていう、やっぱそこをまだ一致しないところがあるんで、もうまずはね、まあ、選手を絞ってね、あ、そうやね、そうやね、それが一番いいと思います。それを起点にして、客観的にね、全体を見れるようにしていくのも一個のあれなのかなっていう感じになります。そうやね。ペレイラ選手ね、ペレイラ選手を今マークしてるので、マークしてるね。そこからね、見ていければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今回はね、これで終わろうと思います。はい。何？この帽子は一体何なの？これ以上関係ないと思う。いやいや、なんか、タオルを頭に巻くとか、わかるんですよ。ちょっとおしゃれですよ。いや、おしゃれじゃないよ。俺のこのキャラクター、わかるやろ？あの船長ってさ、帽子かぶってんじゃん。あれ、帽子じゃないの？何？もう貼っといたらうまいな、これ。まあ、貼っといて、帽子にしたいの。いや、俺やっぱね、船長として、ね、分かりやすくこう帽子をかぶってやればなんかこう一個イメージつくかなと思ったんや。俺船長だから。そのじゃあその担当の海賊の帽子かぶってるわ。ドンキ行かないね。ドンキあるかな。そこまでそれできるんやったら、団体になってしまう。いや、でも、団体もしないよ。いや、目悪くなっちゃうっていう。職業、漁師とかってもう分かる。違う。違うね。いいやんね、皆さんね。これ高かったんだよ、これ。いくらやったの？いくらやったの？逆に帽子。はい、ということで、皆さん、今回は、ほんと止めます。高かった？いや、一番。じゃあ、終わりだったよ。もう超えたら終わりやわ。超えたいな。ちょうどすぎるわ。はい、ということで、ここまでにしたいと思います。はい、皆さん、またね。バイじゃん。ありがとうございました。